阿鼻子城は、下佐国相馬郡にあった、日本の城である。城山と呼ばれる山の上にあり、北側は谷津を挟んで、九じ家城と対峙している。城主と考えられている阿鼻子氏は、松戸市の本土寺加古町に愛子彦次郎という人物が見られる以外に資料がないため、正確なことは全くわからない。現在、城山は、電力中央研究所の敷地となっており、以降は、 全く残っていない。本土実家古町によると、阿弥子市阿弥子地区は1470年代、高木氏が治めていたが、その後の高木氏と阿弥子地区の関係についての記録は、なく、次の阿弥子についての記録は、長京2年11月、おそらく、阿弥子城主であろう、前述の愛子彦二郎が、武州貢献原で脱出したというものである。阿弥子市の出自は不明であるが、 1476年から1531年に、高木氏の名前で、彦という文字が多く使われていたことから、高木氏とつながりのある氏族であると考えられている。天正18年の小田原征伐の時、当該地域は、後北条司法につき、豊臣氏に攻められ、落城した後、廃城となったという説と、それ以前に廃城になっていたという説がある。 東葛飾軍市によると、大正時代まではカラーボリアトがあったとされるが、城山は電力中央研究所の敷地となっており、さらにその中心を国道6号線が通っているため、現在はその姿は完全に消え失せている。なお、住民によると1980年代までは、城の石垣のものと見られる石が存在していたそうだ。1474年6月16日、 1476年4月2日、同年10月17日付で、阿鼻子地区と高木市についての記述がある。本土寺過古町、16日明縁入りや彦彦ヒ次郎、武州長京に母神11月だし、ありがとうございます。